Welcome to UGK Tube! UGK will spark your chemistry with sports and English! さあ、今日は3月の27日、土曜日なんですけども、東京都は、外出自粛を求められているというね、そんな週末になっています。ちょっとね、今重大局面ということですから、みんなもちょっと心してね、取り組みましょう。さあ、で、いつものように、また、英字新聞のね、見出し読んでいきましょう。今日はニューヨークタイムズの、またね、記事ですけれども、やっぱりね、コロナ関連のニュース多いですね。で、オリンピックのニュースはちょっとだいぶ落ち着きましたね。ちょっと一つこれオリンピックのボクシングのこと、一つ書いたり してますけれども、だいぶその辺も落ち着いて、こと違うネタになってきてますよね。で、これは、一面なんですけれども、No swimming pools, no sports to announce, no problem. ね。水泳場もない、実況するスポーツもない、ただ、ノープロブレム、問題ないですよ、みんなのそれぞれ選手たちもそうですし、自宅の中で待機することを求められている中で、それぞれツイッターとかフェイスブックでこういうことをやってますよみたいなことを、発信していてね、こんな風になってましたという、これいつもあるコラムなんですけれども、これいつも The Day in Sports、スポーツの中の日々というね、コラムなんですけれども、やはり今スポーツ行われてませんから、この記者もちょっと考えてね、The Day in No Sports、括弧で No って書いてあるんですよね。ですからこのあたりもちょっとアジャストしています。さあ、でもう一つちょっとね、アメフトと今度メジャーリーグの話出てきました。どちらもドラフトに関することなんですけれども、まずはこれ How the NFL draft process works from home、ドラフト NFL のドラフトのプロセスがどうやって家でその過程を、済ますことができるんだということですね、もう今は人と会うことが禁じられたり、球団の施設を使うことが禁じられているというね、今状況なんですね、コロナウイルス。その中でも予定通り4月の23日にラスベガスでドラフトが行われるんですね、無観客で行われるんですけれども、でその指名に向けて今球団はどの選手を1位指名するかとかをこれ真剣にこれ考えるんですよ。で、そのね、指名するにあたっていろんな球団のいわゆるドラフト虎の巻じゃないですけれども、その選手がちゃんと活躍するかどうかを見極めるために、例えばどれぐらいナルシストかとか、批判にさらされた時にどう反応するかとか、友達との関わり方、親との関わり方、みんな調べて、その彼に何億円も投資するわけですよね。その投資がうまくいくようにちゃんと厳選するんですよ。で、それはもう当然大学に通ってその選手を面談したり、球団施設に呼んで面談したりして、その選手を見極めるんですけれども、それが今できない状況で今度4月23日のドラフトを迎えるということで、グッテル、コミッショナーにね、これ延期してくれないかと、球団が何球団かが、もちろんあまりにもその審査ができないのでしてくれないかという話を陳情出してるみたいですけども、延期してもその日程がないから無理だというふうに返されたということで、どういうふうにこれドラフトがね行われるのかというのは注目です。でこちら、今度は Future Players Take a Big Hit as MLB Navigates a Crisis、メジャーリーグが今この状況を、克服するのに至って、フューチャープレイヤー、将来の野球選手たちが大きな痛手を受けていますよということなんですね。で、これはですね、この後書いてますが、導入部分。The baseball draft could be drastically reduced in a deal cut with the players union to address complications of the game's suspension. 今、試合が行われていないということで、各球団は正直苦しんでいます。で、そんな中で、労使協定の中で、そういう状況の中でドラフトを削減してもいいと。いう、狙いと言いましょうか、そういう、条項があって、今年は5人しかドラフト指名されないということですよ。ですから全30球団で合計150人しか今年はドラフトされないということだったんですね。で、本来はもう今年はやらないでいいんじゃないかという話まであったみたいですけれども、やるということで、伝えたということですね。ね、そうなってくるとね、これ去年までだったら40人ぐらいドラフトされてたんですよ。
でドラフト最初なんかも70人ぐらい1960年代後半なんか70人ぐらいも各チームドラフトしてたんです。でもそれだけマイナーの球団も多かったですし、でまあそんな中でやはりちょっとこうコロナで試合もできていない状況でマイナーリーグのチームも今削減するように求められている中で、まあ球団としては、5人しか指名せずに、しかも、ドラフト外で取った選手たちの契約金も、200万円ぐらいに抑えなければいけないということで、まあ、ルール付けされてるんですよね。本来ならまあ、まあ、今年5位までしか指名されないということは、6巡目、7巡目でも契約金はこれまでだったら2000万とか、まあ、多い人は4000万円ぐらいまでもらっていたんですが、今年からも200万円にも、リデュース、下げられてしまうという話も他に書いてありましたけれども、やはりこのコロナの影響で、これ確実にこれドラフトにも大きな影響を与えてますね。でまあ、これドラフトはね、僕もすごく楽しみに、この指名した選手が活躍するかどうかっていうのは、これも本当スポーツを見る上で1年のね、まあ、その球団の成功を語る上でも非常に大切なドラフトなんですけれども、面白い話も聞いたことあるんですよ。これアメフトのドラフト、いわゆるスカウトの方に聞いたんですけどね、アメフトの中継なんか見てると黒人選手にカメラ向けたら、はいマームって言うんですよね。お母さんこんにちはって言うんですよ。で白人の選手にカメラを当てると Hi Dad、 お父さんこんにちはって言うんですよね。これからも分かるように、白人の方はお父様の影響を結構受けられる方が多くて、アフリカンアメリカン、黒人の方はお母様の影響が強いって言うんですよね。だからスカウトも、まあ、プロにスカウトにしても大学のスカウトにしても、白人選手欲しい場合はお父様を攻略する、で黒人選手をリクルートした場合はお母様を攻略した方がその選手を獲得しやすいというふうにも言われるくらい、まあいろいろとそういう何かこう特色みたいなもの、スカウトの技術みたいなものもあるんでしょうね。それで言うとトム・クルーズが出ていたザ・エージェントっていう映画、ジェリー・マグワイアっていう、映画あったんですけど、そこでもねやっぱりお父さんがねうまくこうやるんですよ、ちょっとズルをしようとするんですけれども、まあ、ちょっとねその時もやっぱ白人の選手の場合はお父さんだったんですけれども、あなるほどなと思って見てたんですよね。だからまあドラフトっていうのは本当にその1年の、まあそのチームの1年を左右するビッグイベントですし、そのドラフトが今 NFL もそしてメジャーリーグも、ちょっと、例年とは違う状況になってますよというニュースを今日はお伝えしました。All right, did you have chemistry today? All right, it is good.